クリス・ポンティウスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ヨーバディンダ出身の元プロサッカー選手。元、サッカーアメリカ合衆国代表。現役時代のポジションは MF。高校卒業後は、カリフォルニア大学サンタバーバラ校に進学し、同校のサッカー部でプレー。2006年には、NCWA 男子ディビジョン I サッカーチャンピオンシップ、優勝を果たした。 2008年からデベロップメントリーグのベンチュラカウンティーフュージョンに所属したが試合には出場していない。2009年の MLS スーパードラフトで一巡目に DC ユナイテッドに指名された。2009年シーズン開幕戦のロサンゼルスギャラクシー戦でプロデビュー。さらにプロ初ゴールもマークした。2012年シーズンには31試合で12ゴールをマークし、 このシーズンのベストイレブンに選出された。2015年12月7日、金銭トレードでフィラデルフィアユニオンに移籍。2018年1月、ロサンゼルスギャラクシーに移籍。2019年10月29日、現役引退を発表した。2009年12月22日、サッカーアメリカが州国代表に初招集され、カリフォルニアでのトレーニングに参加した。 その後も何度か招集を受けたが、いずれも試合には出場していない。2017年1月29日、セルビア代表とのフレンドリーマッチに出場し、念願の代表デビューを果たした。カリフォルニア大学サンタバーバラコアメリカ、合衆国代表個人、ありがとうございます。